荷物届いたよ。どっから届いたか。沖縄から。沖縄といえば誰？いいじゃん。中村くん。そう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 。クレイジー中村さんの生まれ故郷沖縄から荷物が届いたんですけど、中村くんのお友達のさ、あの子が沖縄でデュエルマスターズ専門店やってるじゃないですか、うん、名前はフェアリー。あそこの店長から多分届いてるんだよね。なんでちょっと確認したいと思います。はい、あ、なんか出た。じゃん。はい、ブックアイランド入間店久田さん、スタッフさんの中村へ。中村だけ呼び捨て、まあいいでしょう。この度は私たちのために急遽大会を開いていただきありがとうございます。なんとですね、今回デュエルマスターズ専門店フェアリーさん提供大会を開くことになりました。うちの店で土曜日にフェアリーの、が景品とかを出してくれて、それを取り合うという大会をやるんだね。はい。でですね、急遽決まってしまい現地に行けないのが、まあそれはしょうがないよ。若い時に見て知っていたあの聖地で、若い時見てたのかな、本当に自分らのお店の名前で大会ができることは夢だと思ってます。いや、そんな、なんかね、これから沖縄のみならず日本各地に沖縄独特のゆるさで中村に負けないように頑張りますので、いや、大丈夫、歯が生えてる時点で勝ちだから大丈夫です。はい、クレイジー中村を、うん、倒せ。夏になったら処置にも送ります。はい、これなんて読むの？フェアリーの店長、俺名前知らなかったんだけど、山の畑さんって言うんだ。山の畑さん、難しい字だね。初めて聞く。はい、中村みたいな、わかりやすいじゃない。まあ沖縄県でほんと複雑な名前の方多いからね。はい、店長、僕 A 店長としか知らなかったけど、はい、山の畑さん、ありがとうございます。で、何が入ってるかなんですけど、ダンスするの忘れた。いいんじゃない今日は。いい？うん、いや、これを楽しみに見て。見てない見てない。大丈夫。お、これは？何それ？これは例の発売日にすぐに売り切れてしまったあのパックだよ。うん、うん、うん。うん。最近発売された新弾ではありますが、すごい大人気で一瞬で売れちゃったよね、うちね。かなりあったのに。これ一箱入ってました。すごい。すごい。あれ、これを景品にしろと。すごいね、これ。やばいね。やばいね。いっぱい来ちゃうね。ね、いっぱい来ちゃうの、よくないね。うん、でもこのあの、フェアリーの YouTube チャンネルの宣伝だから、フェアリーのチャンネル登録してねっていうことらしいんで、皆さんそれはぜひご協力ください。まあ、ね、宣伝しますよ、僕も。だそうです。はい、今週の土曜日だから。今週の土曜日の、3月2日土曜日、16時から、大会です。デュエルマスターズの。合ってる？大丈夫大丈夫。土曜日。2日土曜日。うん、3月2日土曜日です。はい、はい、じゃあ皆さん、ご参加お願いいたします。フェアリーさん、ありがとうございます。じゃあ大会やるぞ。